皆さんこんにちは。今日はこんな、いい天気の中、こんな、暗い部屋の中で、せっかく来ていただいたので、大科学実験賞ということで僕の話、脳の不思議な世界の話をさせてもらって、その後に、それが脳がどうやって働いているのかっていう話を、刈谷高校の倉吉先生からお話をしてもらって、そして、皆さん期待されている、岡崎高校脳スーパーサイエンス部の皆さんによる、科学実験賞、今日は、液体を使った科学実験賞ということなので楽しみにしていてください。僕の方からはまず、ここに出ている、まあここ真ん中に映っているこれは何だ、何でしょう。お、いいね、いいね、みんな、じゃあ一斉のせていくから、これは何でしょう。はい、おお、ありがとう。これは脳です。脳で、これは実際の人の脳で、お亡くなりになった人から、いただいた脳です。人の脳、こういうものが、ここにいる人みんなこの脳が必ず頭の中に入って、この脳が入ってない人はいない、ここにいる人の中で。脳ってこんなシワがあるじゃない、シワってなんでシワが多い人の方が頭がいいと思う人、俺の頭はシワだらけですごいんだと思う人お、素晴らしい、いいですね。実は脳のシワは頭の良さとは関係ありません。でなんでこんなシワがあるかっていうと、この脳のシワをアイロンがけして伸ば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 していくと、実はこの脳って、ぐちゅぐちゅぐっとなってるからこんな頭の中にすっぽり入ってるけど、これを本当にこのシワを伸ばしてどのくらいの広さになるかなって見てみると、新聞紙1枚分ぐらいの大きさになります。こんな新聞紙1枚分ぐらいの大きさの脳がこんなちっぽけな頭の中に入んないので、もうぐちゅ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 ってシワ作ってシワ作ってシワ作って、こんなぐちゅ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 やって、この頭蓋骨の中にプツポッと入る。だからこんなシワができてるんで、このシワは、まあ、頭の良さとかとは関係なく、この頭の中にすっぽり収まるためにこんなシワができてる。で、脳っていうのは、大抵ロボットだとそのロボットの動きを作り出すコンピューターの役割をしている、まあ、コンピューターかなっていうふうに思われる方もいるけれども、実はコンピューターとは違う、いろんな不思議なことが起こってるということで、錯視っていう、錯覚錯視っていうのを使ってちょっとお話ししたいと思います。まあ、脳、これは実際の人の脳で、これは生きている人の脳を、頭蓋骨を、僕が来て、僕の研究所はその東岡崎の駅のところにある国立の研究所で、生理学研究所、生理研というところから来てるんですが、生理研には頭蓋骨をスケスケにして脳の中を見ることができる、そういう、なんだ、機械があります。ファンクショナル MRI という機械なんだけど、それを使って、頭蓋骨をスケスケにして実際に生きている人の脳をこうやって見ることができます。でそうするとこれ実際の人の脳があるのはどうしてかっていうと、まあ、ものを考えたり勉強したり、勉強したりするときだけ脳を使ってると思ってる人もいるかもしれないけど、実は遊ぶときにも使ってるし、体を動かすときにも使ってるし、テレビ見たりゲームしたり、もうありとあらゆること、遊ぶとき、もう勉強するときだけじゃない、いろんなときに脳っていうのは使っています。だから脳がないと逆に遊ぶことさえもできない、テレビ見ることもできない、音楽聴くこともできない。本当に脳っていうのはいろんなところで使われています。で、これ実際に、人の脳をそのファンクショナル MRI っていうので撮った画像で、生理研のところで撮ったの、上からぐるぐるこう回ります。ちょっと下から見ると気持ち悪いんだけど、これちょっと気持ち悪いね。で前から見てこれ意味もなく横に回ります。でぐるっとぐるっと回って、まあ、こんな感じで、これ上から見てこっちが前でこっちが顔で、こっちが後ろで、こんな脳が、まあ、頭蓋骨の中に入ってるんだけど、人間の頭の中ってこれだけ大きな大きな脳の脳だらけになってます、こんなに大きな脳を頭の中脳だらけの動物って、人間だけです、クジラさんとかすごいでかい頭体しててすごい頭大きいけど、脳っていうのはそれに比べてはすごいちっちゃい。猫の頭ってこのくらい10センチとかこのくらいあるかな、それに比べて脳みそは3センチくらいしかありません。それに比べると人間の脳ってこんな大きな、こんな頭蓋骨の中にこんな大きな、もう本当に脳だけが入ってるような、で脳がないとそれだけ人間っていうのはやっぱり進化して、それだけいろんなことをやっているということが言えると思います。
で脳の不思議ということでコンピューターとは違うちょっと話しましたがコンピューターとは違うよってところをちょっともうどん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 今日は錯視を使って、どういうふうに違うんだってことを見てもらおうと思います。でこれ有名な絵こんな画像これはですねエドワード・エーデルソンさんというマサチューセッツ工科大学ボストンにある、まあ、世界で1番か2番の大学ですがマサチューセッツ工科大学の、立派な研究者が作った錯視の絵です。で、どんな絵かっていうと白黒白黒っていうタイル状のものが下にあってで右のところにこんな緑の棒が立ってます。で奥から光が当たってるのかこんな影ができてますね真ん中にここがポイント影ができてで見てほしいのはこの影の外側の明るい部分のこの A って書いてある四角、この四角と、B って書いてあるこの四角 A って書いてあるこの四角と B って書いてあるこの四角、いいですか A って書いてある四角と B って書いてある四角どっちが黒いでしょう A の方が黒いと思う人おありがとうじゃあ B の方が黒いと思う人おいいねそういうの好きだよ僕B の方がで正解はというと実は A も B も実は僕の聞き方がやらしくてどっちも正解じゃありません正解は A と B は全く同じ色です何言ってんだこのおっさんと思ってると思うけど、じゃあ、ちょっと上から下までこういった灰色のいい灰色の棒を2本用意しましたいいですか上から下までずっと同じ灰色が2本ありますこれをツツツーと動かしていくと A とこの灰色同じ色なんでここ重なるねでツツツーと下に行って B と同じ色なんでこれ重なりますというわけで実はこの A と B は実は全く同じ色でずっとずっとこの2本の棒がついたまま見ていくとだん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  A と B 同じ色に見えてくるでしょこうやって見れてくるとこう棒がついたままだとああ A と B 同じ色だああそうだねでこれをちょっとまたいいこれずっとずっと A と B をまた見ててくださいこれ同じ色に見え始めましたね見え始めたらこれをパッと消すとあこの A と B をパッと消すとこんな感じどうしてかっていうと実は人間の脳にとって明るいか暗いかっていうのがとても重要なんです人間の脳ってものを考えるときに、考える順番がありますでこういうのを見たときにまず色っていうよりは明るいか暗いかをまず判断しちゃうで明るいところにあるものの見方と暗いところにあるものの見方を変えてしまいます明るいか暗いかで、ものの見方を変えてしまうので明るいところにある A っていう四角と暗いところにある B と四角、A も B も同じ色なんだけどものの見方考え方を変えて明るいか暗いかで考え方を変えてしまうので違うように見え始めてしまうね不思議でしょだからもうね人間の脳は目は脳はものを正確に見なさいって言ってもね見ることができません、お父さんお母さんにちゃんと見なさい先生とかにもちゃんと見なさいって言われるかもしれないけどちゃんと見ることはできる物はね絶対ちゃんと見ることなんてできません、自分の見たいようにしか見れないで、周りを全部消すと明るい暗いが全部なくなるとこんな風になっちゃうでもう一個同じようなのいきましょうこれこのまあ同じような絵です、ルービックキューブみたいな立方体がありますで光が当たってるのかこの光が当たってる上の部分と手前が影になってますまたねここがポイント明るいか暗いかっていうのが脳にとっては一番重要な問題なんです明るいところと暗いところで物の見え方を変えてますだから明るいところにあるのと暗いところにあるここがポイントで見てほしいのはこの明るいところにあるこの真ん中の茶色この真ん中の茶色と手前の暗いところにある何かが同じ色ですでも皆さんの脳には全く違う色に見えてると思う。どれかというとこれ。これとこれは実は全く同じ色。またなんでやねん。で明るいかだからこれ全部周りを消すと明るいか暗いかっていうのがなくなればこれとこれ同じ。これはもう同じ色。でも明るいところと暗いところっていうのがついてると明るいところと暗い。だから周りを全部明るいか暗いかが全く分かんなくなるとでも今こっちの色明らかに変えたじゃんと思うんですね今変えたじゃんと思うかもしれないので少しずつ皆さんの頭から明るい暗いを分からなくしていってあげましょう
明るいところと暗いところ、今わかりますね、明るいところのこの真ん中の茶色と暗いところのこのオレンジ色っぽいやつね。じゃあ右半分を先に消します。でもまだ明るいところと暗いところっていうのがわかるので、皆さん見てほしいのはこの真ん中の茶色と、こっちの真ん中のオレンジ色、いいかな、まだ違うように見えますね。で右半分も消します。まだでも明るいところの真ん中の茶色と暗いところの真ん中のオレンジ色、どう、まだ違う、明るい暗いかも分かりますね。でもうちょっと周り消します。まだでも明るいところのこの色と、見てほしいのはこの色と暗いところのこれ、でもなんとなく近づいてきた、でも明るい暗いがまだ分かるね。で完全にじゃあ周りの情報消します。明るいか、今明るいところ暗いところっていうのがまだ分かるので、違うようにこの色とこの色違うように見えてるかもしれないけど、これで完全に、明るい暗い分からなくしてあげましょう。で少しずつ少しずつ少しずつこうやってやると、これとこれは実は全く同じだけど、これ全部見えるとこんな感じ。だから人間の脳って、特に色っていうのは正しく見ようと思ってもなかなか見ることができません。これは人間の脳の特徴です。こんなのも用意しました。これも人間の目、これは目の不思議なところ、ひし形があって、このひし形が上からどん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 並んでってます。A、B、C、D と、一番上のひし形がこう横に並んでて、 B っていうひし形が横にこう並んでて、 C っていうひし形が並んでて、 D っていうひし形が並んでて、でどん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 、暗くなってってる。 A、B、C、D とどん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 暗く、濃くなってるの分かりますね。でこれ実はこう取れます。例えばここからこの一番上のところ、これ、このさっき A って書いてあったところ、これ取れます。これ A。で横に動かすと A なので、こっちに動かすと、まあ同じだからこうね。で、これこっちにも、まあ、A だから横に動かすと同じものだからこう。だけどこれ取れて下の方に持ってってみます。そうするとここまで持ってくると。A なんだけど A、B、C、D まで持ってきても D と一緒です。でこれ B に持ってきても一緒です。これ実はどん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 暗くなるって言ったけど、ここに並んでいるひし形は全部同じものです。色も全部全く同じもの。だからどこから取ろうと、どこに持っていこうと、実は全部これ同じもの。なんでこうなるかっていうと、実はちょっとトリックがあって、この A って書いてあるこのひし形、 ABCD 全部同じなんですけど、 A って書いてあるこのひし形全部同じような灰色じゃないんです。上の方がちょっと濃い灰色になってて、下の方が明るい灰色になってます。でグラデュエーションがかかって、少しずつ少しずつ変わる。で人間の目って少しずつ少しずつ変わるものは分かりません、気づかないんです。人間の目ってよくよく考えれば、脳でよくよく考えれば少しずつ変わってるっていうのは分かるんだけど、少しずつ少しずつ変わってるものって人間の目ってなかなかよくすぐには分かんない。だけど急に変わると分かる。なのでこの A の一番薄いところと次の B の一番濃いところが隣同士にあると、この薄いところと濃いところが隣同士にあると、その差は分かるので、あ、ここは濃くなったっていうふうに思っちゃうんだけど、この A の中で一番上の濃いところから下の薄いところまで少しずつ変わってってるのは分からない。そうすると A から B に行くときに濃くなったっていうことだけが、目から脳に情報が送られて、あ、濃くなった濃くなった濃くなったって思い込んでしまう。だから少しずつ実はあの A の中 B の中でどんどん薄くなってんだけど、それは全然気づかないで濃くなったっていうことだけ思い込んでしまうので、 ABCD と、あ、ごめんなさい、 ABCD とあるとどん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 濃くなって濃くなって濃くなって思い込んでしまうということになる。黄色の点をずっとずっとずっとちょっとしばらく集中して よそ見もせずに黄色の点をずっとずっとずっと見ててもらえますか。黄色の点をずっと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 見て、これ生理学研究所のうちの研究所の建物です。ずっとずっとずっと黄色の点を見て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 、で生理学研究所の建物見て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 、ずっとずっとずっと見て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 、これ生理学研究所。もう2週ぐらいしましょうか。ずっと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 見て、これ生理研の建物で、ずっと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 見て、生理学研究所の建物で、何を言いたいかというと、このずっとずっと見た後に出てくる生理研の写真は白黒写真です。でもカラーに見えません。ず
ずっと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 見てパッとで、カラーに見えた人はカラーに見えた瞬間にまばたきしてください。そうすると白黒写真に一瞬にして白黒写真。だからここに後から出てくる写真っていうのは実は白黒写真なんです。この白黒写真に色をつけてるのは皆さんの脳です。ここに色はありません。皆さんの脳がこの白黒写真に勝手に、みんなの脳が勝手に色をつけちゃってます。で、このトリックは何かっていうとは、目の中で起こってる反対色っていう現象です。例えば夕日、眩しい夕日が目に入ってしまいましたって時ありますよね。夕日がこう、あ、眩しいと思って、赤い夕日を見て眩しいと思って目を閉じた時に緑色の残像が見えたりします、ね、それはまぶたの上に誰かがあなたのまぶたの上に緑色のペンキを塗ったわけではなくて、赤いものがなくなった瞬間に反対色っていう、反対の色って書いて反対色っていうんですけど、緑の残像が残るような、そんな脳の中に仕組みがあります。というわけで、これもずっと変な青色青色青色をずっと見続けることによって、脳の中で勝手に青がなくなった瞬間に脳の中で勝手にあのレンガ色の赤っぽいレンガ色が勝手に脳の中で作り出される、そういうふうな仕組みがある。で、あと色、色で面白いのは実はね、うちの今小松先生という教授が研究していることなんですけど、色の中で一つ特殊な色があるんです。それをちょっとお見せします。これって何色でしょう。部分部分見せていきます。これなんか黄色っぽいとか黄土色っていうかな、何茶色っていうか、そうですね、ちょっと黄色っぽい茶色っていう。じゃあある物のある色の一部を見せているだけです。で、これはもうちょっと黄色っぽい感じかな、黄色っぽい感じかな。で、もう一部を見せる、これこの辺はなんか茶色っぽい、もっと茶色っぽい。これ実はこの後全体像を見せると、あ、これは何色ってみんな思うと思う。だけど部分部分だけ見せると、今みたいに、これが茶色だったり、黄色っぽかったり、こんな黄土色みたいだったり、なんかいろんな色があるんだけど、これ何の色かっていうと、実はこれいろんな色がありますが、これ実はある一色、一色っていうか、皆さんはこの後見せたら、あ、何色って言うと思います。一色、何かっていうと金色です。金色って色は実は大抵三原色といって、赤と緑と青の組み合わせで色っていうのは作られてるんですけれど、金色って色はそれでは作り出せない、みんなのイマジネーション、脳の心の中で作られる色が金色なんです。だから部分部分だけ考えていくと、あ、ここは黄色、ここは黄土色、色としてはいろんな色の混ぜこぜなんです。これが一つまとまることによって、みんなの心の中で、あ、これは金色、金色って色を勝手に頭の中でイマジネーションで作り出してしまう、ね、だから金色っていうのは実は不思議な色、まあ、この金色っていうのがどうして人間の頭の中で生まれるかっていう研究を今生理学研究所の小松先生っていう先生が、しています。まあ、あのちょっとここは教科書的なことでまとめると、網膜っていう目の中にある神経は実は赤と青と緑しか見えてません。この赤と青と緑を見えてる、この3色しか見えてないのにかかわらず、脳のこの後頭葉っていう脳の後ろの部分で何色にもいろんな色を、この3色を組み合わせでいろんな色を作り出している。脳の中で色っていうのはこの3色をもとにしていろんな色を作り出している。だから皆さんの脳が勝手に色をいろいろと作り出しています。見てほしいのはまた同じような感じで、ちょっと気持ち悪くなるけれど、真ん中の赤いところを見ててください。赤い点をね、赤い点をしばらく見ててください。ここからいきましょうか。赤い点をここからずっとずっと、赤い点をずっとずっと見ててください。赤い点をずっと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 、赤い点をずっと見て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 、この後猿の写真が出る。もう一回行きましょうか。まあ、この辺はちょっと気持ち悪くなったらいいや。ここで一回止まるので、一回止まった後見ます。もう一回行きます。ここから行きますよ。赤い点をずっと見てる、赤い点をずっと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 見てる、赤い点をずっと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 見てる、赤い点をずっと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 見て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 、なんか猿の写真がこう迫ってきますよ。わー、この猿の写真は動いてません。で、これはどうしてこんなことが起こる、動いてない写真がどうして動いてるように見えるかっていうと、実は皆さんの頭の中で内向きに反応する、内向きに動くものに反応する仕組みと、脳の中には外向きに動くものに反応する仕組みと両方あります。
でこれ内向き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 ばっかり見ると、内向きに動く脳に動くものに反応する脳の仕組みが麻痺しちゃいます。で内向きに麻痺しちゃうので、どんなことでも全部外向きに動くように見えちゃいます。内向きばっかり見続けると内向きに反応する仕組みが麻痺しちゃうので順脳と言いますが、順脳しちゃうとあとはもう全部外向きに見え始めちゃう。そういう現象です。内向き内向き内向きばっかり見続けることによって全てのものが外向きにぶわーって。これも有名な北岡先生っていう錯視を作る有名な立命館大学の先生がいらっしゃるんですが、北岡先生が作ったらオーストラリアの写真、オーストラリアって南半球 の、 島国ね、大きな島国ですが、赤いオーストラリアと青いオーストラリア、いいですか、赤いオーストラリアと青いオーストラリア、もう全然何も不思議なことないよね、赤いオーストラリアと青いオーストラリア、本当でしょうか。で、これも、どっちだ、あ、これ青いオーストラリア、ここで取れます、青いオーストラリアで、ツツツとこうやって持ってきます、そうすると赤いオーストラリアで、この赤いオーストラリアもこうやってツツツとこのまま持ってくると、こっち持ってくると青いオーストラリアで、よく見てみると例えばオーストラリアの東海岸の方にあるシドニー、シドニーっていうのはこの辺にあります。でシドニーは赤色、こっちもシドニー赤色で、この半島、この半島の上の方は青色、この半島の上の方は青色、ここケアンズ、ケアンズこの辺ありますね、スキューバダイビングとかやるとこ、青色、この辺も青色で、真ん中の方は赤色赤色、実はオーストラリアの色のパターンは右も左も一緒なんです。何が違うって周りの色が違うわけで、人間って周りの色によって見え方っていうのをまた変えてしまいます。周りに影響されちゃう、周りに影響されない人間なんていない、周りに絶対影響されちゃう、周りに影響されて物の見え方考え方を変わってしまいます。そういったものが人間の霊長類でもチンパンジー以上、それ以上高等な哺乳類として人間になって初めて身についた、なんだろう、脳の仕組みっていうのがあって、実はそれは顔、顔を認識するっていう仕組みは人間の特殊な技能です。これは前頭葉、脳の前頭葉って前の方が発達したことによって身についた技能、顔っていうのを認識する能力っていうのが人間にはあります。で例えば点々、これだけあってもなんだか分かんないんだけど、ここにこうつけるとこれはもう顔になる。こういうのを点々があって何かあってこう囲んであるって言ったらもうこれは顔だっていうふうに思い込めっていうふうに人間の脳の中にはそういう仕組みがもうできてる。これを顔だと思い込む仕組みで、例えばこういうその仕組みがあるから、例えばこういうのを見るとこれも顔に、目がある。例えばこういうの顔に見える、こういうのを全部顔に見えてくる、こういう仕組みがあります。で例えば脳梗塞とか脳卒中を起こした患者さんで、この顔っていうのを認識する部分が、脳卒中になってしまった患者さんは顔が分かんなくなっちゃいます。だから自分のお子さんの顔とかも全部忘れて顔が全然区別ができなくなってしまうという病気もあります。それだけ人間の脳はその顔っていうのを、認識する能力っていうのが、まあ、逆に言えばあるよっていう。であとは顔は出っ張ってるっていう思い込みがあります。例えばこれ見えますかね、これ出っ張って見えます顔、うん、でもこれ実はへこんでる。でも人間の顔って人間の顔はみんな出っ張ってると思うから、これは出っ張って見えるんだけど、これはへこんでいて、だからこれちょっと斜めにしてみたりするとすごい必ず顔がついてくるよ、すごい。これは後で後ろにも置いとくので、よく見てみてください。実はにこうへこんでる顔の人って、お前の顔へこんでるなってやつはいないですね。へこんでる顔っていうのはないから、必ず人間の顔は出っ張ってると思い込んでる。なのでこういうへこんでる顔を見ると頭の中で混乱してしまって、いやこれは出っ張ってるからっていうふうに、考えると、これをちょっと動かすとずっとこうずっと自分の顔を見てるような、こんな気持ち悪い。これは後でまた見てみてください。まあ人間にとって顔っていうのはそれだけとても、あと最後ね、最近の論文に載ってたやつで、脳っていうのはどうやら皆さんこうたくさんいらっしゃると、脳っていうのはまず皆さんの顔を平均化して頭の中で平均顔っていうのを作るらしいんですね。
で平均顔を作った上で平均顔からこの人はちょっと目が離れてるなとかこの人は鼻が高くなってるなっていうことを、なんかかあのその特徴を捉える平均顔からの特徴を捉えるってことをするらしい。で、ちょっとこれはねあのお子さんにはなかなか難しいかもあの、ちょっと、まあ、見てみてください。やってほしいことはこれあのモデルさんの顔があのモデルさんが何人も何人も顔を出してくれます。モデルさんの顔が右と左にこうやって、右と左にこうやってモデルさんの顔が代わり番号に、1秒ぐらいですから代わり番号にバン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 って出てきます。まあこういった綺麗なモデルさんの顔がずっと出てくるんですが、これをずっとずっとやるとモデルさんの顔が、あたかも一つ目になったりとかおでこが出っ張ってきたり鼻が高くなってきたりなんか口が裂けてきたり勝手に脳の中でへあのすごい変な顔に、見えるようなそんな錯視です。で見ててほしいのは、モデルさんの顔をずっと見ててもいいんだけど、そうじゃなくて、この真ん中のバツ印を見てて、目の周辺視野といいますけど周りだけでここを見ててください。あのフォーカスは皆さんの焦点はここにバツ印に合わせててください。目の焦点は Keep your eyes on the cross って書いてあるここをずっと見てる。そうするとでモデルさんの顔がどん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 変わるんだけどモデルさんの顔綺麗なモデルさんの顔なんだけどずっと見てるとずっとしばらく集中してこの真ん中のバツ印を見てるとすごい変な顔に見えてきます。一つ目に見えたりおでこがすごい広がって見えたり鼻が出っ張って見えたり気持ち悪い顔に見えるどん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 気持ち悪い顔で、もうもちろん一人一人の顔は気持ち悪い顔じゃないのであれなんだけど真ん中ずっとずっとこれ見てるとずっ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 と見てるとどん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 周りの顔が気持ち悪い。これはどうやら最近の話では脳の中で平均顔っていうのを作って平均顔からその人の特徴としてあこの人はおでこが出っ張ってるなとかあの鼻が高いなとか、目が離れてるなっていう特徴を捉えるっていうことを脳の中でしてらしくてこれだけ瞬時にパン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 って見せるとその特徴だけがブワッと広がって特徴だけがすごい見えてくるっていうことになってるんです。であとまあ、 あの逆立体錯視とか、まあ、いろんな錯視をいろいろ置いてありますので後で見てみてもらえればと思います。脳っていうのは実は一個一個は細かく見ると神経細胞っていう細胞からできています。まあ、細胞っていうのは聞いたことないお子さんたちもいるかもしれないけど、まあ、ちっちゃなちっちゃな、なんだろう、もうちょっと脳って言っても実はちっちゃなちっちゃな単位からできているそういった、まあ、細胞って言われるちっちゃなちっちゃな細胞なんだろう何まあいいや細胞からできている。でこんな神経細胞っていうのは細胞って言っても実はこう長い長い繊維になっていて、まあ、神経繊維って言われるのはその繊維です。皆さんの体の中にある一番長い繊維は神経繊維は何かっていうと座骨神経っていう繊維があってそれはあのお尻のあたりの背骨のところから足の下の方まで伸びてるようなこんな長いで 僕だと2メートルぐらいはないかまあ、大体1メートルぐらいの長さあるようなすごい長い繊維、まあ、そんな神経細胞って言ってもそんな長い繊維だと思ってくれればいいと思います。で、それがどういうふうに働いてるかっていうのはこの後倉口先生に話していただこうと思います。じゃあ一旦ここで僕の話を終わります。どうもありがとうございました。